スケルツアンドね、これはドゥビッシーがよくイメージしてる水の流れみたいな、水の妖精がこう踊ってる、ピアノさんのこうダンスしてるようなイメージ、踊りさん、ポンポリラルルルポンポリラルル、それもっと滑らかに水が流れるように、細かいアーティキュレーション、ルビシーね、すごく書いてあるからね、アーティキュレーションとか装飾音符とかそういうのをきっちり表現、そうそう、2拍目と3拍目を一拍目。ピアノさんのイメージがちょっと沈んだ感じになるのね、これ沈んだ感じになるから5番の頭のコード、これの5番でしょ、これに対してちょっと暗く、スミタピアノ、
引くように